どうも、エゴです。今回はカラーボックスの組み立て方のワンポイントアドバイスみたいなもんです。まずはじめに床に養生を敷きます。僕が使ってるのは、レジャーマットです。中身を取り出したら側板の穴にネジを全部入れます。軽く締めましょう。ネジを入れる、注意事項なんですが、板からですね、2、3ミリ飛び出しとくぐらいがちょうどいいかなと思います。この少しの出っ張りが後の作業にすごく役に立ちます。これが作業に役立つ穴、大体のカラーボックスにはついてると思うんですけど、この穴にさっきの出っ張りが、ちょうどよくガイドしてくれるような感じですね。はい、1枚目がつきました。プラスドライバーで締める際にちょっと気をつけた方がいいなって思うのが、押して回す、押し回しっていうんですけどね、それをやった方がいいと思います。押し回しがいい点はネジがなめったりとか、滑って怪我したりとか、そういうことがなくなります。それではここから立ててもらって、後ろの背板を、ベニヤみたいなもんですね、それを差し込む段階に入りましょう。差し込むとこんな感じです。多少ベニヤ板に歪みがあるので、少し調整したりして差し込む感じですね。反対側の側板にも、同じくネジを少し飛び出します。カラーボックスのここが一番難所ですね。締める前に側板の溝と、あと背板の板の出っ張り、それを先に合わせてもらって、隙間のないように確認してもらったら、プラスドライバーで締めましょう。はい、付け終わりました。もうほとんどカラーボックスの仕事はあとシールを貼るだけですね。このシールを貼る前に、側面とあとネジの頭、それをフラットにするように心がけてください。フラットにする糸はシールを貼るときに、見栄えが結構変わってきます。出っ張ったりとかへこんだりとか、そういうことがあります。カラーボックスの完成です。写真撮りながらでしたけど、10分ぐらいで組み立て終わりました。